皆さんは魔女をご存知でしょうか。魔女というと女性というイメージがありますが、男性でも魔女と呼ぶことがあります。魔女といえばその昔は差別され、異端者として魔女裁判の末、家計や歴史芸、公主刑などさまざまな方法で排除されていました。しかしその大半は明確な理由もなく、排除された者が本当に魔女だったのかは誰も知りませんでした。この子の名前は
その幸せな時間は長くは続きませんでした。それはなぜか。王子にはお妃様がいたからです。けれどお妃様との間に愛はなく、子供もいません。そんな中で聞いた王子の子供が生まれたという話。他の女性との間にできたとはいえ、王子の血族であることに変わりはありません。幸いにも彼女の正体が魔女だということを知る者は王子以外にはいませんでした。国王は王子に子供を世継ぎとして城に迎える代わりに、相手の女性には二度と会わないことを命じました。マリー、カルロス、来てくれたのね。ああ、私にも抱かせてくれないか。あの子は俺の世継ぎとして連れていく。決まったことだ。この国から出ていけ。すまん。